こんにちは、ミニマリストミニャンとトイプードルのジャスミンです。本日はですね、暮らしをシンプルにするためにやめてよかったこと10選という形でお話ししていきたいと思います。いや、私ね、結構ねズボラで、なんかいろいろめんどくさがり屋なんですよね。なんで生活とかもね、ちゃんと整ってなくて、いろいろぐちゃぐちゃしてたんですよ。なんか部屋も片付いてない、頭の中も片付いてない、スマホも片付いてないみたいなね感じだったんですよね。でもそうやってなんかぐちゃぐちゃしてると、毎日の生活がこうめんどくさいんですよね。一つ一つのことが負担が大きいみたいになってしまいます。なので私はそこからこう脱却するためにですね、こうやって物を減らしたりして、なるべくこうシンプルな生活にできるように整いました。そして今では家事とかもですね、まあ、週に30分もないぐらいで、すごくですね、毎日の時間がめちゃめちゃ増えたんですよ。もう毎日の多分洗濯の回数、頭の中でこう選ぶ回数が減ったから、脳みそがですね元気だから、時間も物理的にできたっていう形でね、すごくハッピーな生活を送っておりますので、本日はそのお話をしたいと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介しますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日はシンプルな暮らしをするためにやめたこと10選ですので、皆さんもこういう工夫をして快適な毎日が送れるようになったっていう小ネタをですね、コメント欄に書いてくださるとすごく参考になるので嬉しいです。それでは本題いってみましょう。暮らしをシンプルにするためにやめたこと10選ということで、まず一つ目はですね、毎日化粧をすることです。これですね、今、撮影するから、週に一回こうやって化粧をね、しています。まあ、化粧をしないと、このライトでですね、顔がのっぺらぼうみたいになってしまいますので、化粧をしていますけど、基本的に普段は化粧をしません。これはでもですね、オフ会やった時に、なんか毎朝のメイクが結構大変で疲れちゃうんですよっていうね、非常に美人な方から相談いただいたんですけれども、そりゃそうなんですよね。今、リモートワークだから化粧しなくてもよくないですかって話をして、結構リモートワークだと皆さんノーメイクの方が多いですね。なんかあとアプリとかでですね、ズームのプラスできるもので化粧するものとかも多かったりしますし、そもそもそんなに顔出しないこともあったり、なんか解像度が悪いから分かんないですね、化粧してるかどうかとか。なので毎日化粧っていうのはですね、ずっとしてないです私で。普段はリモートワークなんで、まあそれでもいいかもしれないって思うかもしれないんですけど、コロナの前からしてないんです。どうしてかっていうと、今化粧してるからなんですけど、普段ねこの眉毛もアートメイクを入れています。結構前に入れましたね、5年以上前に入れたんで最近薄くなってきちゃったんですけど、アートメイクを入れているので、化粧しなくてもとりあえずちゃんとして見えます。あとはですね、最近はもうつけてないんですけど、前はマツエクもつけていて、サークルレンズも以前は入れていました。眉毛とマツエクとサークルレンズ入れてれば、化粧してなくてもかなりしっかりして見えます。もうなので、もう全然ね化粧しないで、もうここ数年毎日過ごしています。なんで化粧するのは本当 YouTube の撮影とか、なんか友達と飲みに行くぐらい、飲みに行くときもしないことが多いかもしれないですね。はい。で、化粧しないとですね、本当に時間ができます。毎朝皆さんね、顔洗って、乳液つけて、メイクのその下地つけて、ファンデーションつけて、チークつけて、眉毛描いてて、めちゃめちゃね、多いんですよ、工程が。ね、化粧するだけで、多分その顔洗うところの後から含めたら、15分ぐらいやっぱかかってしまいますし、その後ね、化粧すると髪の毛もちゃんとしてないと、なんか変な感じにも見えますので、まあ、服装とか髪の毛とか整えたりすると、もう全部で30分からもう多い人だと1日間かかっちゃう方もいらっしゃいますので、まあ、化粧をやめて私はめちゃめちゃ楽になりました。夜のことよりこの朝のことがね、減る方が絶対楽ですよね。遅刻するとかもなくなりますから、まあ、朝ですね、家出る数分前に起きてもとりあえず歯磨きと顔洗えばいけるみたいな状態にもなりますので、すごく楽になりましたので、もう一つ目はもう本当化粧をしない、これ勇気がいりますけどね、化粧をしないっていうことがおすすめです。で、そのためにはこのアートメイクとか、マツエクとかサークルレンズとかで、そこをチートしてみるのもおすすめです。で、二つ目は、毎日のこう洗顔料を使った洗顔と化粧水乳液ってのをやめました。これもさっきの毎朝の準備のところに含まれるんですけど、もうめんどくさいんですよね。毎日こう泡をですね、きめ細かく泡立てて、ふわふわさせてとか、もう大変なんですよ。で、化粧もしてたら夜にメイク落とししてとかもあるじゃないですか。そこが大変なので、やめました。なので、私は週に一回こうやって撮影の時に化粧をしたら、まあ終わったら、メイク落としというかココナッツオイルで化粧は取るんですけど、それ以外の時っていうのは基本お湯で顔を洗ってだけです。洗顔料とかで泡をたくさん作ってふわふわとか、本当はやったらいいと思うんですけど、ちょっとね、大変なのでやっていません。プラス、化粧水と乳液とかも、ちょっともうめんどくさいのでやっていません。こう、化粧水をやってから乳液をやって、美容液をやってみたら、ちょっと手順がね、多くて、もう参っちゃいました。なので、今はお湯で顔を洗ったらですね、ココナッツオイルを塗って終わりです。もう家の中にいる時はもう最悪なもう塗らないこと
ことも結構多いです。外に出るとやっぱ乾燥しちゃったりするのでちゃんとしていますけどね。そういう風にして肌大丈夫なのって言われるかもしれないんですけど、大丈夫なんです。私以前肌がですね非常にですね汚くて顔に200個以上ニキビがあって、そんな顔じゃ外に出れないよねって人に言われたこともあります。でも今はですねニキビ全くありませんなので化粧をしなくなって吹き出物とか肌トラブルがですねほぼゼロになりました。まあ、プラス低用量ピルも生理不順が強いので飲んでるってのもありますけども、まあ、そういった効果とかもあって肌は常に何にもニキビとかがない状態になっています。なのでさっき言ったようなとりあえずお湯で顔を洗ってココナッツオイル塗っとくだけでも全然ね肌大丈夫です。まあ、化粧したまま寝ちゃうとちょっと多少肌が痒くなったりとかちっちゃい吹き出物出たりとかやっぱするので、化粧をねなるべくしないっていう効果が大きいのかと思います。でこれも化粧の方と合わせて毎朝のこう泡をですねすごい作って洗顔をしてですよ。でそれでまあやる人によってはそれでさらに蒸しタオルをしてメイク落としもやっていたの、あと化粧水と乳液をつけて美容液をつけてパックをしてみたいな、それ全部やめてしまったので、もうめちゃめちゃ朝と夜の時間が浮きました。で3つ目は毎日シャンプーとトリートメントをするっていうことですね。私結構ねお風呂入るとね疲れちゃうんですよね。何で疲れるかって言ったら頭洗うので疲れるんですよね。髪が長いっていうのもあるのかもしれません。で毎日シャンプーとトリートメント、特にトリートメントで時間かかるじゃないですか、ちょっと置かなきゃいけなかったりもするので、まあ、それをやるのが結構しんどいなと思っていました。で今はですね自宅でヘナっていうので髪を染めています。でこれ結構油を取ってくれる効果が強いので、シャンプーしなくていいって基本的にはしないでくださいって書いてあります。なのでヘナをしてからはですね基本的にはシャンプーしないでお湯シャンですね、お風呂に入って最後お湯に浸かってよってこうマッサージしながら髪の毛を湯船でこう洗うっていう感じにしています。トリートメントはそもそもヘナがトリートメント効果があるっていうかトリートメントなのでやっていません。それでも結構ツヤツヤになってきましたね。でお湯シャンね最初大丈夫かなと思ったんですけど、特に何の不安もなく大丈夫でしたね。ココナッツオイルを髪の毛に塗ったのがですねやっぱシャンプーしないとちょっと取れにくいのでベトベトしやすいなみたいなのありますけど、それは私のココナッツオイルの使用量がねもう多すぎただけでした。少なくしておけば全然大丈夫でした。なのでなんかお湯シャンすると匂いがとかフケとかがとかいう人もいますけど、私は特に何のトラブルもなかったです。単純にシャンプーとトリートメントの時間が浮いたっていう、そこの結構ね疲れますから動作的にも、それが疲れなくなってめちゃめちゃ良かったです。なんで今はですね湯船張ってゆっくりそこでですね体ね筋トレした後とかにマッサージをして最後髪の毛湯船で洗って終わりっていう感じで、だいぶですね楽になりました。お風呂がシャワーだけの時とかもね楽ですもんね。という形で毎日のシャンプーとトリートメントがなくなったんで、まあお風呂の時間がですねすごく楽になりましたよっていうのが3点目でした。で続いて4点目は毎日髪型を変えるっていうことですね。まあ、これは変えてない人も結構多いかと思うんですけど、私ちっちゃい頃から髪型毎日変えるタイプだったんですよね。今日は三つ編みを2つ分けでしようとか、今日はポニーテールにしようとか、今日はこうなんか高いとこで結ぼうとか、なんかそういうのを毎日違う髪型にしなきゃいけないと思ってて、学校行く準備がですねすごい時間がかかっていたんですよ。で今はですねほんと全然毎日この髪型かこの髪型じゃない時は何でしょうね、ヘアクリップで髪を止めてるぐらいですね。なのでもう非常に楽になりました。そのやっぱ髪型どうしようとか、メイクとか毎日変えてたら大変ですもんね。そういう風になんかクリエイティビティがね要求されますから、非常に脳みそを使うっていうことで、まあ時間も頭も消費するっていうので大変でした。なのでこの4つ目も毎日髪型を変えるっていうのをこうやめて楽になりました。まあ男の人とかですね、特にワックスつけていろいろやるから結構そこね毎日大変だなって見てて思ったりします。女の人の方がむしろ朝起きたらブラシで溶かしてね、今だとストレスだと終わりなので非常に楽です。あとコテとかもね買ったんですけど、うまくやっぱできなかったですね。何回か買っては捨ててみたりしてるんですけど、やっぱストレートの方が癖がねついてなければ非常に楽ですので、朝起きてブラシで溶いて終わりです。というわけで4つ目は毎日違う髪型をするっていうのをやめました。続いて5つ目は毎日違う服を着るっていうことですね。これはもうスティーブ・ジョブズみたいに毎日同じ服を着るっていうことです。私服の制服化、男の人はね結構昔からそういう人多かったと思うんですよね。お気に入りの白 T シャツたくさん持ってますとか、私も会社の先輩の家行ったら同じ靴3つあったりとか、もう気に入ってるからそれ使ってるみたいな。で女性の場合はなかなかね難しいなと思って、昔は私もワンピースが少なくとも7着はあって、春だったらその7着を毎日違うの着るみたいにしていたんですよね。実際それ以上に200着ぐらいねクローゼットに服が入ってるんで、いくらでもねもう1年365日違う服着ようと思ったら着れるぐらいな感じでした。でもですねそれやっぱどれ選ぶかっていうのがすごく面倒っていうのが1点と、あとは着心地が結局いい服以外って着てて着心地が悪いんですよそれはそうですよね。なので着心地がいい服を着ていないとやっぱなんか気分が悪くなってしまうので、結果的に同じような服着てる方がですね楽なんです。
ですよね。なので現在はですね、この GU のキャミソールの上にこのグレールのカーディガンを着るっていう、もうこれだけで GU のキャミソールを7枚持っています。あとはヨガの時はユニクロの黒い T シャツを着れたので、ヨガ週3行くので3枚持っています。であとはなんかワンピースが1着だけあって、お気に入りのワンピースは、まあ、なんかお呼ばれしてちょっと おしゃれがしたい時はもうその一択ってことですね。そのおしゃれをしたい時も一択っていう。以前は3枚ぐらいですね、お気に入りのワンピース取ってたんですけど、もうその3着もですね、結局そのおしゃれなパーティーに行きたいとか、なんかおしゃれをしていきたい時って3連チャンで発生しないんですよ。大体月に数回とかしか、まあ1回あるかないかなので、一択でよかったんですよね。なので現在はワンピースは1着になりました。最近ワンピース買い替えましたので、また今度紹介します。というわけで5つ目は毎日違う服を着るっていうのをやめました。で6つ目は毎日バッグを選ぶっていうことですね。これもやめましたね。服と一緒ですね。もうこれ結構服より効果高いなと思ってて、こうバッグが例えばお気に入りのものが3つくらいあったとしますよね。で今日はこれ今日はこれっていう風に色をですね、こう合わせる感じで選んでると、中のものを入れ替えるのがめちゃめちゃ大変なんですよね。なんで中のものを入れ替えやすいようにポーチを買うみたいな、なんかどんどん物が増えるみたいな感じに。で定期券を入れ忘れて大変な目に遭う、充電器を入れ忘れたとか、結果一番やばいのが鍵をなくすっていうね、入れ替える時にどこに行ったかもう分からなくなるみたいなことが私は起こってました。というわけでカバンの入れ替え危険だなと思いまして、今はですねゴールドのウォレットチェーンバッグを使っていて、ゴールドだと何でも合わせやすいので、もうそれで落ち着きました。もう財布にも一体化してるので、財布を入れ替える手間もなく、もう財布がカバンだっていう形になって、もうめちゃめちゃ楽です。服より楽ですね、カバンを入れ替えしなくていいっていうのは。もう物なくさないですもんね。なので6番目はバッグをですね選ぶっていうのをやめました。で7個目は同様にしてですね、靴を選ぶのをやめました。私以前は多分30足ぐらい靴があって、バッグと靴を選ぶのがね大変でした。洋服に合わせてね、いろいろ選んでいかなきゃいけないので。でもですね、靴っていうのはこの痛みを伴うんですよね。男性わかんないかもしれないですけど、女性のヒールはですね、足から血が出るのは日常茶飯事なんです。よくかかとに絆創膏つけてる方とか、歩き方が異様に不自然なハイヒールの方とかいらっしゃるかと思うんですけど、それはですね、もう足がですね悲鳴を上げてるんですね。私もよくタコ作ったりとか魚の目作ったりとか、血だらけになりながらみたいなことはよくありました。こうデートの時はハイヒールを履いて、家に帰った時には血だらけだみたいなことがねあるんですよね。神田うのさんがおしゃれは我慢って言ってて、本当にその通りだなって思いましたね。なんでもう靴はですね、慣れてない靴履くと本当に痛いし歩きづらいんですよね。特にヒールがあるものはそうです。で毎日履いてると、ちょっとしたヒールがあったとしても、足に馴染んでるんじゃなくて足が馴染んでると思うんですけど、その靴に合わせて足がねうまくはまるようになるのか、靴がうまく広がってくるのかしてきますので、毎日履いてると靴は割と履きやすくなってきます。なので、靴コロコロ履き替えると足が痛いということで私はやめました。今はバッグに合わせてゴールドの靴を愛用しています。夏場はこのゴールドのサンダルを履いています。足元もしっかりホールドされるので、まあ、どこに行く時もですね動きやすくて使い勝手が良いと。あと雨の日は雨の日用の靴を使っています。もう雨の日は絶対これっていう感じですね。普段はオールバーズのスニーカーを履いています。まこなり社長とかが勧めてて気になったんで買ってみましたが、すごく良いですね。ウールでできているということで、私靴下履くのが嫌いなんですよって話をしてて、でもこれ結構通気性がねウールでできてていいから、靴下なしでもいけんじゃないっていうふうに言われて、実際靴下なしでずっと履いています。毎日の犬の散歩とか近所行くときは基本こちらですね。でなんか友達と遊びに行っておしゃれしたいなってときは、まあ、バッグに合わせてゴールドのサンダルにするっていうことになっております。なのでですね、もう基本はもう選ばなくて大丈夫です。ワンピースを着ていくときはサンダル、それ以外のときはもう全部このスニーカー、雨の日は雨の靴っていう感じで決まっておりますので、固定化されてて非常に楽だし、足が痛くないということです。というわけで7個目は靴を選ぶっていう面倒なこともやめてしまいました。で続いて暮らしをシンプルにするためにやめたこと、8個目はですね、誘われた飲み会にとりあえず行ってみるということをやめました。昔はですね、なんか誘いが断れないというか、なんか自分だけ仲間外れにされるのが嫌な感じがして、誘われた飲み会は全部行ってたんですよね。今考えたら余裕で断る人いっぱいいましたよね。なんで私だけ全部解禁症なんだみたいになってましたけど、皆さん都合ありますからね。私無理やりなんか予定があったら、その予定こう組み直して全部行けるようにとかやっていて、すごい大変でした。飲み会の予定組み直すのも大変だし、行ったら行ったでお金もかかるし、なんか二次会もね結局同じ思考なので必ず行ったってお金がかかるっていうことを繰り返していました。で元々ですね、私お酒そんな飲めないんです。今はもう全く飲まないんですけど、かなり弱いです。かなり弱いのにこう飲み会に頑張って行って遅くまで行って飲んでいると体調がまずすごく悪くなる。そして大してお酒も 1,2 杯しか飲まないのに割り勘でめちゃめちゃ金を払うみたいなのがありました。まあ、そういった健康面とかお金の面でも飲み会行かなくなってよかったなってところです。であと本当に時間ができたのが良かったですね。飲み会ってその飲み会に行くっていうのに合わせて予定を調整するのと、プラス飲み会に行ったら遅くまでいる、で翌日体調が悪くて時間的にこううまく使えないってい
ていうのも合わせてものすごく時間が取られるんですよね。で、誘われた飲み会にとりあえず行くっていうのをやめてからは、まあ、時間もかなり浮きました。なので飲み会はですね、すごいシンプルな暮らしのためにはめちゃめちゃいいですね。これお金と時間と健康が全部救われますからすごくいいのでおすすめです。まあ、今はどうしても行きたいなっていうもの以外は基本的にはまあ行かないですし、そもそもコロナの関係で夜外でご飯食べるっていうことができなくなったんで、非常に良かったというか、誘われなくなって良かったなと思っております。なんで今はもう夜外で食べるということがもうずっとないですね。ここ何ヶ月もずっとないので、非常に気が楽です。さっき言った健康とお金と時間も増えて、非常にですね、夜も有意義な時間を過ごさせておりますので、暮らしがシンプルになって楽になりました。続いて暮らしをシンプルにするためにやめたこと、ここの6つ目ですね。飲み会を企画して幹事をするということです。これもやめてめちゃめちゃ良かったです。幹事めっちゃ大変ですよね。幹事さんにはね、ほんと感謝しております。自分でね、やることも私結構多かったんですよ。なんか幹事得意だったんですよね、周りに言わせると。なんでバンバン幹事やってたんですけどね、バンバン疲れるんですよね。まずなんかこう日程調整の段階でですね、絶対行きたいのに予定が合わない人が3人ぐらい会うみたいなのがね、あるともう大変なんです。俺に合わせてほしい、俺に合わせてほしいみたいになってしまって、もうすごく気持ちがですね、もう疲れてしまうので、もう大変だった思い出があります。もうね、社会人になった時に会社の飲み会はね、ほとんど幹事やっていて、もう多い時はですね、200人規模のね、飲み会とかもやっていて、200人いるとですね、結構催し物とかね、開かないとね、時間がね、消化できないので、いろいろ景品を作ったりとかもね、大変でした。会社の飲み会って、これは偉い人からお金をたくさん取りましょうっていう方針が一つ上の先輩からあって、でも偉い人たちはですね、そこそこ年がいってるから、もう子供をですね、大学に行かせなきゃいけないとか、子育てが大変だとかですね、家庭の事情でお金がね、大変なんですよ。むしろちょっと独身のリンクスの方がお金ありますよね。なので、そこからお金を出したくないみたいなって、その交渉をするんですよ、頑張って。交渉して攻防があったりしました。で、あったエピソードとしては、なんか、焼きそばが好きな方がいて、お店で焼きそばが出るんだったら、行ってもお金出してもいいよみたいなのがありまして、その行こうと決めてたお店はですね、フレンチの貸し切りだったんですけど、なんとかですね、電話して焼きそばを作ってくれないかって話をしたら、お店側に断られたんですけど、いや、焼きそばが作れないシェフはいないと思うので、シェフに代わってくださいって話をして、こういう理由で、焼きそばを作ってくれませんか、しかも塩焼きそばで絶対お願いしますみたいな話をしたら、まあいいですよって言って作ってもらったりとか、そういうのをね、よくやっていました。まあ、そういう感じですね、お店選びも大変ですし、偉い人のですね、喜ばせるためにいろいろ立ち回るのもね、大変ですし、幹事はね、本当大変なので、やめたいと思います。てか、やめてよかったです。なので、まあ、現状はですね、なんか飲みに行きたいなっていうのが、そもそもですね、飲めないから発生しなくなりましたし、ちょっと人とね、話したいなと思って、時はですね、同じ駅に友達が住んでおりますので、まあ、ランチにもともとですね、週に1回行くってもね、ルーティンにしておりますので、まあ、そこでね、話をお互い聞き合うっていう風にしていて楽です。もうルーティンになってるとめちゃめちゃ楽です。あと近所に馴染みの店がすぐ近くにあるので、ちょっと今日落ち込んだことがあったなとか、ちょっと話聞いてほしいなって言ったら、そこにね、行けばいいのですごく楽ですし、わざわざ場所に行かなくてもですね、私普段ズームで友達と勉強会しておりまして、そこで雑談の時間っていうのがありますので、そういうところね、聞いてもらえたりとかもしますし、クラブハウスとかでもできますので、本当そういう風にネットができてきてですね、わざわざ外に行かなくても人と話ができるっていうのがあったので、非常に楽です。なんか昨日の夜もですね、友達がですね、すごく落ち込んだことがあったから聞いてほしいって言って、飲み会って聞いたら、ウェブでって言って、ズームでですね、なんと20人も集まって、みんなでね、ゲラゲラ笑いながらその話を聞いて、なんか結果大丈夫なことになったみたいなことがね、ありました。非常に楽しかったです。まあ、なんで飲み会っていうのはですね、なんかこう親睦を深めたり、誰か落ち込んだ時にその話を聞いてですね、盛り上げたりとか、自分の話を聞いてもらったりとか、まあ、そういうのがですね、目的だと思いますので、必ずしもですね、自分が幹事で無理やりですね、いろいろ開かなくてもですね、ちょっとなんかあったらですね、そういうのをできる環境がね、あれば解決しますので、幹事はですね、大変なので、もうなるべくしたくないなと思ってやっています。というわけで、暮らしをシンプルにするためにやめたこと、9つ目はですね、幹事をするということでした。で、最後、暮らしをシンプルにするためにやめたこと、10個目は残業をするっていうことですね。まあ、これ仕事のことなんですけど、残業ってね、いくらでもやろうと思えばできてしまうんですよね。で、残業するとですね、単純に夜の時間が減る。で、それが定常化してしまうとですね、毎日夜の時間が減る、生産性も落ちていく、自分のプライベートの時間も少なくなっていく、いいことがないんですよね。で、私は普段生産性を上げていく仕事が割とメインだったりするんですけど、まあ、いろんな実験とかもあるんですけど、短い時間で出たクリエイティブと長い時間で出たクリエイティブって、実は時間が限られてる方で出たものの方がいいものになっているってことを結構ね、実験とかで証明されてたりしますし、私も実体験としてちゃんと期限があって、その中で限られたもの時間とかものの中で話し合ってやって
した方が結果的に洗練されたものができていたりっていうのはよくあります。時間かけたらいいものができるとか、時間かけたらたくさんできるとかっていうのは、ね、ちょっと勘違いだとは思いますので、時間はですね、なるべくかけないで生産性を上げて、さっさとね、残業しないで終わらせて、夜の時間はゆっくりお風呂に入るなり、読書をするなりとか、美味しいご飯食べるなりした方がいいと思います。あと残業がですね、私以前は毎日5時間してたんです。毎日8時間の労働の後で5時間残業してたらですね、もう寝る時間以外は何もないんですよね。シャワー5分10分入るぐらいで、あとはもうですね、ないんですよ。他に何も発生しないっていうことがね、起こりますので、そういう生活はですね、もうやめてよかったなと思います。ほんと残業しないようになって、毎日ってこんなに時間があったんですねっていうのが今非常に痛感しています。というわけで10個目は残業するっていう話でした。はい、というわけで暮らしをシンプルにするためにやめた10個のことを振り返っていきます。1個目は毎日メイクをすると。で、2個目は毎日洗顔、化粧水、乳液などをすると。で、3つ目は毎日シャンプー、トリートメントをすると。で、4つ目は毎日違う髪型をすると。で、5つ目は毎日違う服を着ると。で、6つ目は毎日バッグを選ぶ。7個目は毎日靴を選ぶ。8つ目はとりあえず誘われた飲み会に行っちゃう。9つ目は飲み会の幹事をする。10個目は残業をする。まあ、この10個をやめてめちゃめちゃ楽になったー。もう1日の時間がもう多いし、体は健康だし、お金は貯まるし、もう最高ですね。自分というものの存在を認識できました。まあ、こんな感じでですね、まあ常識と思われてることもちょっとやめてみるとですね、すごく楽になって時間とかお金増えたりしますので、楽しいことはそのままでいいんですけど、なんかいまいち別にこれ楽しいわけじゃないんだけど、めんどくさいんだけどっていうことは思い切ってやめてみると、自分なりの時間、自分なりの幸せが手に入るのでおすすめです。で、本日はこういったやめたことっていうのを話したんですけど、私1週間で家事もですね、30分ぐらいにも時短して、かなり楽に過ごしております。家事もね、嫌いなんで。で、別の動画ではですね、私が辞めた家事っていうのもね、紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして待っていただければ嬉しいです。というわけで本日の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また Twitter ブログもやっていますので、概要欄からフォローしてください。それでは、バイバーイ。